JCS のダマヤルルです。ダマヤレポーターです。よろしくお願いします。ですね、今日はミュージックビデオの撮影をしているんですけども、まずはゆめちゃん。ゆめちゃんです。ゆめぽぽです。そう、今回の衣装はね、ちょっとみんなこんなシルバーな感じでございます。ひらひらですね、ゆめちゃんは。私はここに羽がたくさんついてる。羽がね、たくさんついてて、頭にもね、羽がついてて、飛び立てちゃうね、わーい。髪の毛も可愛い感じになっておりますが、どうですか、今日の撮影。はい、今日の撮影はすごい楽しく、テンションがちょっと高めに、元気にできるように、この髪型のように弾けて頑張りたいなと思って弾けてね、はい、撮影をしています。よかった。大丈夫ですか、緊張してますか、今日。ちょっと来てたんですけど、でもいろんな方からアドバイスいただいて、だんだんちょっとほぐれてきて、ほぐれてきた、いい感じですね、はい、いい準備をしていてます。じゃあこれからも頑張りましょう、はい、撮影今日最後までね、はい、ありがとう、ありがとうございました。そして上村さんです。イエーイ、上がりこぼキラキラです。ルーラは長ズボンなんですけどもね。そう、もう全部キラキラです。そう、全部スパンコールなんですけども、キラキラだね。じゃあ今日の、撮影で難しかったことは何ですか。ソロのリップシーンっていうアップのシーンを撮るときに、何回も何回も、もっと弾けて、もっともっとって言われたんで、もう年なんでって言ったら、まだ年じゃないですねって、ちょっと甘えが出ちゃった年に対して。でもちょっと最後の方は、なんかすごく頑張ってたと思うって言われたから、すごく頑張ってたと思うって言われたから、多分大丈夫だったはず。全力で取り組みまして。よかったです。その私の前がルルだったので、それも見て、それも見てたんですけど、弾けました。みんなで今日は弾けて、ポップな感じで、はい、行きたいと思いますよ。そしてミーヤモトさんです。はい、トリンポップです。トリンポップはどうですか。ポーポー、今日はどんな、あ、ネイル可愛いですね。ポーポー、見てください、それ、ね、ネイル。うん、宇宙人になったの。ああ、そうなんですか。宇宙人になったね。そう、爪から宇宙人になろうと思って、うん、今日可愛いっす。え、今日可愛いって、いつもは可愛くないみたいな言い方じゃない。可愛い。やったー。ルーのリップシーンの前は宮本さんだったんですけど、それを見てて、めちゃめちゃ可愛かったです。だってふざけてって言ってた。な、どう、ふざけるしかもなんか宮本さんに関しては、なんかちょっと気持ち悪い感じで、なんかさ、お互いが来てて、なんかね、違う感じで。気持ち悪いことしたんだけど、絶対使われないっていう自信があります。だからタピオカおごってもらいます。あらー、ということでタピオカをおごってもらいましょう、うん、はい、以上、ダマヤレポーターでした。バイバーイ。あともブランコするんですよ。今日はご覧ください。もうやめよ、だって止まるんだっけ。バレに戻った。